添松映画館。はい、映画評論家の松崎拓でございます。世間ではですね、もうこの配信がアップされる頃には公開から大体もう1ヶ月以上経ってるので、まあいろんなもうそのね感想とか考察した動画とか文章とかが出回ってるので、まあ今更かって思われるかもしれないんですけど、まあ今この収録の時点までで僕がいくつか見た中ではまだまあこういうことは言ってないんじゃないかなっていうことがあったりしたので、まああとはそうですね、僕がその宮崎駿さんの作品をずっと見てきたっていうことも含めて、まあ僕の経験談と、まあ僕なりのですよ、世間がどう思うかってちょっと置いといて、僕なりのその感想をちょっと今回は喋ってみたいなと思いまして、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかを語ってみたいと思います。はい、この映画ですね、これクリアファイルなんですけども、劇場に行った方だったらお分かりかと思います。多分この配信がされてるこの、もしかしたらパンフレットが売り出されてるかもしれないですけど、僕見に行ったのは初日の一番最初の8時の上映で見に行ったので、その時にはもうこれしか売ってなかったし、僕らその映画のこう仕事をしていてもチラシ一つ手に入らないような状態だったので、まあこのビジュアルしかないっていうことなんですけど、僕はその宮崎駿さんの作品っていうのは長編アニメっていうことで仮っていうと、まあ風の谷のナウシカが一番最初に劇場で見た口ですね、こちら当時のパンフレットですけど見た口で、その時アニメージでずっと漫画が連載されて、まあ止まり止まりですけども中断挟みながら連載されてたので、すごく楽しみにして見に行った世代で、その前のルパン三世カリオストロの城、これですね、これもこれ残念ながらこれ79年の映画でリアルタイムで見たわけじゃないんですけども、その後にうるせえ奴らと足立みずるさんのナインとこのカリオストロの城の3本立てっていうのを地元で映画館でやってて、それを見て、まあ当時はそのフィルム上映、もちろんフィルム上映だったので、まあ少なくとも宮崎駿さんの作品っていうのはずっと映画館で全ての作品見てるっていう世代であるっていうことを、まあちょっと皆さんに知っていただきたい、その上でこの話を聞いていただきたいと思うんですけども、まあ僕が言うまでもなく、今回のその君たちどう生きるかっていうのは、まあ宣伝をやらないんだと。まあ僕のとこ、手元にもその宣伝のこう、ものが一切なくて、クリアファイルを出すしかないっていうような状態だったんですけども、まあこれは、その、宮崎駿さんだからできるというようなもので、まあ小説だったら村上春樹さんぐらいですかね。なんか本当借りられた人にしかできないような、そういうこう、もうこの人の作品だから、っていうことでしかできないもので、とはいえね、その、引退するって言って作ったこの風立ちぬ、ありますよね。で、風立ちぬの頃になってくると、その、宮崎さんの作品っていうのは、その、千と千尋の神隠しで、まあ、興行収入的には頂点に達して、それ以降、まあ、だんだんこう、まあ、売り上げ下がっていってたんだと。で、そう考えた時に、その、アニメーションって結構やっぱ、かなりのその制作費がかかるので、その制作費を賄うには、宣伝費がやっぱ足りないっていうこともあったんだと思うんですよ。っていうのはその4年5年かかって、その映画作るっていうことになると、その間、あれだけたくさんのアニメーター、エンドロールにもたくさん名前出てきますけど、あの人たちが生活していかなきゃいけないお金を払わなきゃいけないって考えると、それだけで結構な値段がかかる。で、そうなってきたときに、もし興行収入が下がったときに、赤字になることは避けたいので、なるべくその宣伝費をかけないやり方ないかなって模索した結果、こういうやり方に、まあ、プロデューサーの鈴木敏夫さんは至ったんじゃないかなっていう、ちょっと邪推も僕はあったりするんですよね。で、そういう、こう、宣伝方法をやったからこそ、その、今手元に我々資料がなくて、僕以外を見た人たちは、あれはこういうことなんじゃないか、こういう引用なんじゃないかみたいなことを、いろいろ議論してるっていうことが生まれて、
賛否両論あるんだけども、結果的にはこの映画盛り上がってるって感じは僕するので、まあ、大成功なんじゃないかなっていう気がするんですけども、僕はね、やっぱその、まあ、言ったら、踊らされた一人で、僕、BFM で鈴木おさむさんと一緒に、月一でラジオやってまして、3時間ずっと映画の話だけをするっていう、なかなかこう、類を見ない番組やってるんですけども、その中で公開前に、ちょっと予想というか僕が気になったことをいくつか話したことがあって、その中に、この失われた者たちの本っていうのがあるんだって話を、そのラジオの中で公開前にしたんですね。で、これは、まあ僕が言ってるだけじゃなくて、もうその頃にはもう世の中の人たちが、その宮崎駿さんの新作っていうのは、これを元にしてんじゃないかっていう噂があった。それで、公開直前の頃って、もうこの本買えなくなってたんですよ。で、僕は何を思ったかっていうと、僕が買った時には、宮崎駿氏推薦、僕を幸せにしてくれた本です。出会えて本当に良かったと思ってますって言って、宮崎駿さんが帯の文章を書いてるんですよ。で、その公開直前になると本が一切手に入らないような状態になってたので、これは公開日になったら、この帯を君たちはどう生きるかの原作ですみたいにして、一斉に出すことによってネタバレするんじゃないかって、思った話をラジオでして、まんまと外れちゃったんですけど、とはいえね、ただ、その時も話したことなんですけど、この本ってのは、その映画が公開されて、気がついたことがいくつかあって、すごく似てるんですね。で、この失われた者たちの本ってのはどういう話かっていうと、小説の最初では、その、お母さんが、まあ、何らかの病気で入院をしていて、その、息子である少年が見舞いに行ってんだけど、なかなか良くならないんだと。で、ある日突如お母さんが亡くなった。で、お父さんとの二人暮らしをすることになったんだけど、ある日、その、食事に行ったら、お父さんが知らない女性を連れてきた。で、その知らない女性が来て、実はもう私のお腹には、君の弟がいるんだよっていう風に言われる。それで、その、まあ、こちらはイギリスの第二次世界大戦中の話なんだけども、その女性の家が裕福なので、そっちの家で暮らすようになるっていうことが、この失われた者たちの本の冒頭で描かれてるんですけども、その話というか設定って、日本っていう国に置き換えたら、もうほぼほぼそのまま、君たちはどう生きるかの物語と、まあ、そっくりなんですよね。だから、エンドロールを見ると、原作は宮崎駿というふうになってるんだけども、この本にインスパイアを受けたっていうのは間違いないなって感じがして、他にもね、類似点がいっぱいあって、もう上げるとキリがないので、二つだけ付箋貼ってきたんですけど、例えばこの文庫の、91ページに、デビッド、私は死んでいないの。ここに来て、私を助けてっていうお母さんの声が聞こえるっていうシーンが出てきて、これもそっくりなシーンが、君たちはどう生きるかに出てくるし、80ページに、カササギっていう鳥が、やってき、まあ、意味ありげにやってくるっていうシーンがあるんですけど、この、君たちはどう生きるかの中では、このアオサギっていう、カササギとアオサギって全然違いますけど、まあ、鳥がやってくることによって、なんかその、いざなう、なんか象徴になっていくっていうこととかが、同じような描写があって、これはなんか、まあ、後半の展開はだいぶ変わってくるんですけど、原作って言わなくていいのかなっていうレベルで、この失われた者たちの本っていうのに影響を受けているなっていうふうに、思ったのが、まあ僕の最初映画見た時の印象なんですけども、だけど、もっとやっぱり僕が思ったってことが一つあって、そのことを今日は話したいと思ったんですけど、宮崎駿の映画をずっと、監督の映画をずっと見てきたっていうのがあるので、例えばその母親がいないっていう描写とか、例えばトトロの中でも、お母さんが入院していて、それを見舞いに行くんだっていう話になってるっていう、母親の不在みたいなものはずっとやっぱ宮崎駿さんの作品の中に流れていて、宮崎駿さん自身がその子供の頃にお母さんがその病気で、まあ、ずっと入院されててなかなか会えなかったっていうことがあるっていうことを描いてることも含めて、まあ、世の中でももうこの作品に対していろいろ言われてますけども、まあ、主人公ってのは宮崎駿のことを描いてんじゃないかみたいなことを、
皆さんが言ってるのは多分そういうことになるんだと思うんですよ。で、その宮崎駿が自身のことを、自身の少年期のことを描いてるっていうことは、宮崎駿という監督が持ってる考え方、ずっとその若い頃からその老境に至る今まで変わらず彼のこう、片隅にずっと残ってる思想みたいなものが、やっぱりこの君たちはどう生きるかの中に、まあ、描かれてるというか、如実に出てるっていうところが僕はこの映画の中で一番気になったところで、これはもう、申し訳ないけども、公開されて1ヶ月以上経つので、ラストについての言及になるので、知りたくない方はここで止めていただいても、動画止めていただいてもいいんですけども、まあ、この映画、最後ね、少年が、その母親と認めたくない相手を母親と認めてお母さんっていうことによって次のステップに進んでいくんであろうっていうふうに描いてるんだけども、僕が気になるのはその戦争中の話だったのが、いきなりその戦争があって何らかの被害があったってことをすっ飛ばして戦後になってラストになるっていうところに、やっぱこう宮崎駿という監督の思想とか考え方みたいなのがすごく出てるなというふうに思ったんですよ。で、それは、これはやっぱりその、僕らの世代、今50代ですけど、に割とあった感覚で、それはね、例えばもう宮崎アニメだけじゃなくて、例えば古くはその平井和正さんの小説を映画化した幻魔大戦とか、まあ大友克洋さんそこで参加しましたけど、大友克洋さんのアキラとかもそうですけど、なんかその新しい秩序を生むためには、その世の中をこうまっさらにしてしまわないと、まあそういう新しい秩序は生まれないっていうような、ちょっと破滅的な思想みたいなものっていうのは、どっか僕らの1970年代ぐらいに生まれた人、前後に生まれた人間が持ってて、それはね、例えばこう1999年にノストラダムスの予言が当たって、世界が終わっちゃうんだみたいなことにもちょっと繋がるんですけど、宮崎駿さんのアニメって、例えば、ナウシカもそうだし、ラピュタもそうだし、まあ、もののけ姫もそうだし、例えば、カリオストロの城のラストで城が崩れるのもそうだけども、なんか一回こう世界がなしになって、まっさらな状態から、一から新たな自分たちが思う理想的な社会を作りましょうっていう風な、なんか描き方をしてるっていう風に僕はずっと思ってたんですね。で、これはまあ良くない話なんですけども、やっぱそういう考え方っていうのはこう悪い方に利用されたことがあって、その一つは、桐道志利作さんがサントリー学芸賞を取った宮崎駿の世界っていう本の中にも書いてあったことですけど、その、1995年に、サリン事件を起こしたオウム真理教っていうのは、その、オウム真理教内のその白い愛の戦士っていう、まあ戦闘員たちをこう育てる中での教材として、そのナウシカを見せてたとか、そのアニメファンたちとかがたくさんいて、まあオウム真理教自体がその麻原彰晃を主人公にしたアニメーションを作ってて、まあそういう中でそのナウシカっていう、風の谷ナウシカっていう作品をちょっと神聖化していたっていうことがあって、まあ、ああいう、こう、強行に走っていたっていうふうに、まあ、僕は納得してるし、そういうふうに、桐道志利作さんも書籍の中で書いてるし、そういう論調っていうのは昔からあったわけで、世の中が、こう、悪しき世の中になった時に、一回真っ白にして、新たな、こう、状態になってから作り直すっていうのは、いいことのように思えるんだけども、一方で、考えが間違った方向に行くと、そういうことに賛同する人たちを生んでしまうっていう危機みたいなものは、やっぱり1990年代の終わりにああいう事件を見たときに、僕はやっぱりすごくこう冷めた目で見ていたっていう感じがして、その後例えばその岡崎京子さんのリバースエッジとか、庵野秀明さんが、まあ庵野秀明さんもナウシカにかかってたわけですから、庵野秀明さんがエヴァンゲリオン作った時代に、なんかこう人の死みたいなものが、なんかこう現実味がないで、なんかこう生きていてもこうなんかやりたいことがないみたいな世代、何やっているのかよくわかんないっていう世代が増えてきた。で、その国際社会を見てみると、湾岸戦争とかが起こって、その戦争をリアルタイムで映像で見れるようになった。あんなにその空に向かって夜間に大砲を撃って、その
街が爆破してるシーンを遠景で撮って見てはいるのに、そこでたくさんの人が亡くなってるっていうことに我々が想像がなかなかいかなくなってるっていうような、そんな時代になったっていうのが僕90年代ぐらいだなっていう感じで、やっぱもののけ姫みたいな映画がものすごく当たったのも、そういうこう社会だったっていうことと無縁じゃないなっていうふうになんとなく僕は感じてたっていうことで、まあこれはもう今、2000年代以降になってテレビとかビデオとか DVD でもののけ姫を見た世代の人たちとは感覚はだいぶ違うかもしれないんですけども、少なくともその宮崎駿監督の作品をずっと風の谷のナウシカ以降リアルタイムで必ず映画館に行って見てきたっていう世代からすると、そういうものが見え隠れするんですね。そういう意味で今回の君たちはどう生きるかを見たときに、主人公は、まあ、自分の亡くなった母親がいて、その母親とそっくりのおそらくお姉さんなのか妹なのか、そのおばさんにあたる人とお父さんが結婚するんだと。でもなかなかそのお母さんと言えないっていうことの葛藤を抱いてて、異世界に旅をして帰ってきて、そのことを悟るっていう話になってて、その後、彼が新たな人生を歩み出すときに、異世界に行ったその物語が終わったのに、間にあるその太平洋戦争のもう末期のひどい状態っていうのはすっ飛ばして、おそらく彼が東京に戻ったときには、東京は大空襲があって、もう荒れ地になってたわけですね、東京の街っていうのは。だから、まっさらな状態になって、社会がもう一回やり直すんだっていう、まあその戦後の復興につながる社会にはなるんだけども、その主人公の少年もまたそこからスタートして自分の新たな考え方をもとに生きていくんだっていうふうに描いてることと、風の谷のナウシカとかもののけ姫とかでもこう描かれていたような、一度まっさらにしてからじゃないと新しい秩序が生まれないっていうような考え方が、やっぱり宮崎駿さんの心のどっかにやっぱ残ってるから、あの期間を描かずにすっ飛ばして戦後ってなったんだろうなっていうふうに僕は感じたっていうことをちょっと言いたくて、それがいいか悪いか、僕の中では判断できないというよりも、それはそういうことを描くのが宮崎駿という監督だということなので、そこに対して批判は全くないんですけども、やっぱり宮崎駿という監督の作品にはずっと根底に流れてる変わらないものがあって、そのことがやっぱ今作にも現れてるなっていうふうに感じたんですね。で、そこからまあおそらくこう主人公の少年が新たな価値観とか家族とも共に生きていくっていうことが、君ならどう生きるのっていうふうに問いかけているように見えるのがこの映画だっていうふうにまあ僕は感じたんですけど、まあとはいえね、この君たちはどう生きるかっていうのは、もうこれも僕が言うまでもないんですけども、吉野源三郎さんの小説をもとに映画化したんじゃないかっていうような噂がいっぱいな流れて、でも結局これはタイトル借りただけだったってことは分かったっていうことはあるんですけど、まあ未だにこれが原作だと思ってる人はたくさんいて、今この動画を収録してる時点でも、なんかもう原作が重版されてたくさん売れてるっていうようなことがニュースに上がってたりしてるんですよ。つまりまあこの期間読んでみようと思ってるってことなんだと思うんですけど、やっぱこの作品についてみんな描かれてることがどういうことなのかって知りたいと思ってる人が多いっていうのを特徴だと思うんですね。それは情報が出てない、資料がないからっていうことになるんだと思うんですけども、例えば、この物語の中で、その母親が死んだのが火災によって、まあ病院が火災になって死んだんだと。で、今その SNS を見てると、あれは空襲だったのか、単なる火事だったのか、どっちかっていうのが、すみません、今、動画が上がってる時点ではわかんないけど、僕が今、その収録している時点では、真っ二つに結構分かれてて、あれは空襲によるものだよっていう人と、いやいや、あれ単なる火災だよ。だって空襲ってあの頃起こってないからっていうような意見がすごく分かれてて、僕も一度しか見てないので、僕はあれ空襲じゃないと思うんだけどなと思ってたけど、あ、空襲なんだっていうふうに思ったほど、いろんなこう考え方がこう今出てんですね。で、その時に僕が思ったことなんですけど、
そのおそらくこの動画って8月の後半ぐらいに上がると思うんですけど、毎年その終戦記念日8月15日があった頃とか、昔だったらテレビ番組でなんか終戦、僕が子供の頃は朝から晩まで終戦のなんか番組ばっかりを一日やってて、子供の、まあ怒られてもしょうがない、子供だからしょうがないと思うんですけど、僕らが見る番組ないなって言って、終戦の日はせっかく家に一日中いるのに暇だなっていうふうに思ってた思いが、やっぱ子供の頃あったりしたのが、ほとんどやっぱそういう番組が作られなくなって、やっぱその当時、戦争の当時のことを知る方も少なくなってる。その時に、少なくともあのシーンが空襲だったのかどうかっていうのを曖昧にすることによって、見た人たちが、の中には、あれは空襲なのか、なんか年代をこう調べると空襲がある時期より前じゃないかとか、そういうことを調べるんじゃないかってことまで、僕はなんかそこまで考えて明確に描かなかったんじゃないかってちょっと思ったんですよ。つまりね、この映画の中にはその説明不足だとか、その物語が破綻してるんだとかっていう感想を結構散見するんですけども、それは異世界に行くから辻褄があってなくてもいいっていうこともあるんだけども、その昨今ね、やっぱもういろんなことを、昔のこととかも調べなくなったのを、宮崎駿監督は情報をあまり観客に与えないことによって、観客の中にはそのことによっていろんなことを調べて、当時のことを自ら学んでいく人たちが出てくるんじゃないかってことを期待したんじゃないかと邪推してるんです、僕は。で、それはその君たちはどう生きるかっていう本に関しても、これを機会にタイトルにすれば読んでくれるんじゃないかなっていうふうなこともちょっとは考えたんじゃないかなというふうに思っていて、君たちはどう生きるかっていうこの小説は、まあ主人公の少年コペル君っていう名前で出てくるんですけども、これはおじさんがコペルニクスっていう天文学者の名前からコペル君っていうふうにあだ名をつけてくれるっていう話になってるんですけども、あの映画の小説の中では、そのコペルニクスが世界のね、誰もがその空の方が動いてて、そのいわゆる天動説っていうのをみんな唱えてた時に、いや動いてるのは私たち地球の方だって言って地動説を唱えてて、まあのけものにされたっていうようなことがあったけども、ずっとその地球の方が動いてるんだっていう考え方をに揺るぎない考え方を持っていた。でそのことは大人になるとだんだんと自分中心で物事を考えるようになってしまって、天動説、天の方が動いてるって天動説の方と似たようなもんだから、地動説のようにそうじゃない考え方を持った方がいいということをおじさんがアドバイスすることから、その主人公の名前コペルニクスからコペル君って名前つけるっていうふうに、この君たちはどう生きるかっていう小説の中では描かれてるわけなんですけども、そういうこう今がその利己的に社会、利己的な社会になってるからこそ、特に若い人たちがこれからそういう社会の中でどういうふうに自分たちが生きていけばいいのか、まさにその君たちはどう生きるのかっていうことを問うためにこのタイトルを引用したんじゃないかな。その引用することによって若い人に読んでもらえないような古い小説なんだけども、それを読む機会になるんじゃないかっていうことまでなんか考えてんじゃないかなって、僕は本当想像を巡らしたりするんですけど、まあその地動説っていうのは僕今回初めて知ったんですけど、今地動説、僕は小学校の時地動説、天動説で習ってたんですけど、今その地動説って言わないらしくて、その太陽中心説っていうふうにもう言うらしくて、まあ、僕自身もやっぱそれで学んだこともあるので、何かその映画をきっかけに、今まで知らなかったことを学んだり知ったりする機会にならないかっていうこと、それによって、自分たちがこれから生きていくっていうことを、まあどうするのかっていうふうに、まあ問いかけていて、まあその全てが宮崎駿監督の計画だったとすれば、すごい映画だなというふうに思った次第でございます。